これが屋敷の案内図と鍵だ。ありがとうございます。陛下が面会があるのにカイン殿が来ると聞いたら、リバーシやるぞ、待ってください陛下と説得するのが大変だった。はあ、今日はすぐ帰れそうだ。おーい、カイン君はいるか。切れてる。魔石の魔力も尽きちゃったのか。ライトボール、お邪魔します。あらら、リビングなのに何もないよ。まあシンプルでいいけど。うわ、ホテルでもないのに何百人分作る気？パーティー用かなこれ。さすが貴族。しかし汚いな。ちょっと掃除いっとく。オールクリーン、オールリペア。いい感じ。こうなったらどんどん。それ、ほいよっ。僕の家だ。父さん、母さん、じいちゃんがいなくたって。カイン様、みんながいる。僕の家だ。ね、では。え、置いてきました。なんだ、敵襲か。先行します。なんだこれは。レッドドラゴンの剥製です。それはわかる。なぜこんなものが置いてあるのかと聞いているのだ。それは倒したからです。倒した？いつどこで？以前森に行った時。レッドドラゴンといえば天才級の魔物だぞ。A ランク冒険者たちが犠牲を出してやっと倒せるかというほどのものだ。それを。そうなのですか。メイドたちには説明しておけ。また同じことが起こるぞ。私から説明しておきます。だがレッドドラゴンの剥製なら白金貨1000枚分の価値がある。下手な装飾品よりこちらの方がいいかもしれんな。白金貨1000枚って100億円。今度は何だ。母上、カイン、何あのトイレ。魔力を使って水が出るようにしました。すごいわ。うちにもつけて。たく、お前たちはトイレくらいで大げさなんだよ。ならあなたも試してみたら。ふん。よほほほほほほ。なんだあれは。しょうがない、サラがそこまで言うならつけてやってもいいんじゃないかな。気に入ったみたいね。かなりね。カイン、実は直接お会いした時にお渡しすべきと思っていたのです。しかしながら陛下のご多忙を存じ上げておりましたので、機会を伺っているうちに遅くなってしまいました。申し訳ありません。やはりそうだったか。見ろエリック、言ったじゃろ、ちゃんとわしの分もあるのじゃ。よかった、コランの言う通り案内状を持ってきておいて。カインよ、テレスティアも連れて行く。楽しみにしておるぞ。シルクも連れて行くからね。国王陛下がいらっしゃるんですか。なぜです。言ってなかったね。第三王女テレスティア殿下は僕の婚約者なんだ。王女様がカイン様の婚約者。はい、みんな落ち着いて。陛下でもどなたでも、私たちは精一杯のおもてなしをするだけです。全力でお迎えしましょう。ですよね、カイン様。うん、みんなおもてなしよろしくね。はい。